熊野早玉祭りは、熊野早玉大社の霊大祭。例年10月15日から16日に執行され、15日の新芽と行式、16日のお船祭りで知られる。国の重要無形民族文化財に指定されている。早玉大社は、熊野十二諸言言と総称される複数の神を祭るが、本祭礼はその中でも主祭神である。 早玉大臣と、夫墨大臣に対してのもので、宗教民族学的な解釈に従えば、常世から来た神霊が熊野川を訴状して五船島に、鎮座した後、おつもと瓦を経て、神宮に遷座したという熊野権言来臨のありさまを再現した祭りである。10月15日の神明と御式は、明日が神社の神霊を、早玉大社、第二伝に迎える神霊が、 御旅所へ渡行する御旅所での祭儀の後、神霊が第二伝に還行するという構造をとっている。しかしながら、この構造を単に、明日が神社から、早玉大社への遷座と見ることはできない。熊野権現五衰弱演技等に見られる、熊野権現の演技端が伝えるところによれば、熊野権現は、熊野の地において、熊野権現はまず神僧神社に降臨し、次に、 アスガ神社北側にある、石淵谷に誕生されて、その時に、初めてケツハヤタマ、内つびみこと称した。その後、石淵谷から神宮に遷座したとしており、アスガから神宮にではない。すなわち、神明と魚式の構造とは、熊野権ンが、石淵谷から神宮へと潜座した過程を表しているのである。また、 明治以前まで祭りが開かれていた旧暦9月15日から16日は秋の末の餅の日であり、近世の記録によれば14日には田楽も行われていたという。こうした点から、早玉祭りは秋の収穫祭としての性格を帯びている。祭礼は前日の10月14日から始まる。この日には、新名を大浜海岸に連れて行き、 潮浴びで体を清めた後、旧拙者、明日が神社にて豆を食う、豆根、地の儀と、串本町大島地区からの供物の奉献を受ける、かかり魚かやぼ奉献の儀の二つの儀式が行われる。大島地区から奉献された供物のうち、かかり魚は十五日の新芽と魚式で、かやぼは十六日のお船祭りで使われるものである。早玉大臣に対しての祭典 10月15日の午後より、宮治以下の一行が、明日が神社へ行列で向かい、拝殿内で、当案を置いて、神明を飾り付け、神霊を迎える。神霊を乗せた神明が大こそに戻ると、神霊を大こそ第二殿に移し、祝と、かぐらを創上して、信仰祭を執り行う。その後、宮治が、神明に、再び神霊を迎え、敬語、学人、かぐら人、神官。 随員他200名にも達する行列を引き連れ、熊野川の河原を進み、権ン三世北にある杉のカリミへと行する。宮司は神霊をカリミに奉仙し、松明の明かりに照らされながら神楽乗りとを創上し、かかり魚、幹、新鮮を備え、儀式の終了後は、夜暗の中、神霊を奉じて大社に戻る。日も落ちる頃、 早玉大社裏手の河原へ戻る早船。早船の競争が終わった後でも、郵送に船を漕ぎ続ける。夫墨大臣に対しての祭典新名都御式の翌10月16日朝8時から、祭り委員が、御し進行船、一つものなどの祭具の準備を進める。熊野早玉大社には、 足利義満法納のもので重要文化財に指定された御輿が所蔵されているが、祭礼で用いられるのは代わりの品である。御輿は準備が終わり、次第第一伝前に置かれる。進行線は全体が種の漆塗り、黒漆塗りの遠胸作りの御座殿のもので重要文化財である。一つものとは、新芽に乗せる人形で、禁乱の仮犬をまとい、 十二本のかやぼと十二枚の五王法院を腰に刺し、網傘をかぶり、熊野権現の神霊のよりましと解されるものである。午後からは、第一伝にて祭典が取り行われ、宮司が神霊をみこしに移す。お旗に続いて一つものが、祭りの行列を先導し、熊野川の河原へ出る。覆面をした宮司が神霊を、 三越から進行線に移し、宮ジら神職と学人が採取船に乗り込む。進行線と採取船をさらに、諸手船が栄光し、これらをさらに九艘の早船が先導する。諸手船の舵を取るのは、熊野川河口の宇どのの住人である。これは、石淵谷から新宮への熊野権現の潜座に際して、宇どのの住人が船で先導したとの伝承に基づく、ものである。 また、諸手船には、ハリワイセと呼ばれる、尺絵をまとった、女装の男性が貝を持って現に立っている。五船島の下流1キロメートルにある牛の花という、急流を過ぎたところで、早船の競争が始まる。早船は五船島を右回りに参集して、勝敗を競い、おつもとラに着岸する。その後、諸手船以下の3層が五船島を2回ゆっくりと回る。 この時、ハリワイセは、ハリハリセへと数回となえながら、片手をかざして演望する姿を取る、ハリーハリ踊りを演じる。ついで、五船島から死者がセンスで3回招くと、九艘の、早船が、再び競争を始める。今度は、五船島を、左から2周回って、大こそ裏手の川岸に向かう。他方で、進行船と最終船は、おつもとラに上陸する。 三越に移された神霊とともに、神職ら一行は、お旅所へ渡御し、前夜と同様の祭儀を執行した後、やはり夜暗の中、神霊を報じて大社に戻り、神霊を第二伝に収めて、祭りは終了する。ありがとうございます。